おはようございます。今日は父の日です。父の日やけど、別に何の お父さんに何かやるとかなく、今日は普通に出かけます。まあ、父の日とか母の日とかね、あるんですけど、まあ、おじさん姉妹やからね、妹が代表して、父とか母とかのなんか記念、まあ、誕生日、父の日、母の日、なったら、まあ、妹がいつもそういうプレゼントなり、まあ、大体うち現金で渡すんやけど、用意してくれて、やってくれてます。今日もね、父の日のお祝いって妹が持ってきてくれるかなと思います。今日はね、高校の友達らと、4箇所のね、神社回ろうと思ってます。3家族と私となんやけど、そのうちの、あ、違うわ。お父さんいてるの私だけや。そう、みんなお父さん先亡くなってて、で、父の日やけど、まあ、父の日お祝いする、まあ、お父さんがいない。まあ、だからお祝いできるのはね、まあ、よしと思わなあかんのかなと思いながら何もしません。でも親っていつまで経ってもなんか心配、子供の心配ね、してくれるというか、まあまあ私ももう今年57になるけども、まだ未だに出かけるともどこ行くんや、誰と行くんや、何時に帰ってくるんやって言われるし、まあまあ帰り遅かったら遅かったなとか、昨日何時やったなとか、常にまあちょっとこうね、意識してもらってるというか、まあ、それが邪魔くさいと思う人もおれば、まあ親ありがたいなと思う人もおると思うんやけど、私は利用と美容の免許持ってるんやけど、利用士になって美容に移った時にね、初めて利用所に、美容所、利用所から美容所に行った時、全然何も美容の仕事はできへんねんけど、まあ利用から行ったもんやから、まあできると思われて、まあ、セット、ご年配の方のセット、ブローしちゃって、みたいな感じに言われてるけど、まあ散髪やってさ、別にセットってする人もないしさ、それこそ乾かした終わりとかさ、そんな中で、どうセットしたらいいねこのおばあちゃんと。でもその方90やったんかな。ほんだら、まあなんでここに来たかって言ったら、娘婿が亡くなったと。亡くなって、今日は、お通夜ないけど、娘が喪主をすると。娘頼りないから心配でな、九州から来たんやっていう話やったんやけど、娘が喪主務めるのね、心配やって言って、九州から出てきたんやけど、まあ、そのおばあちゃんちゅうか奥さんね、まあ、90いくつやったんやけど、九州に住んでて、大阪に来るときは、まあ、いつもフェリーとかで来てて、飛行機怖くて乗られなかった。だから飛行機で来たことがないって。でも今回、娘が喪主をするということで、まあ、心配で、飛行機に乗ってきた。逆にその60代の娘さんね、今まで飛行機に乗ってきたことないのに、今度お母さんが、90のお母さんが来るっていうことで、もう勤めるんやけど、心配でしゃあない。まあ、無事来れるんやろうかって。でも自分はまあ忙しいからさ、迎えにも行かれへん。まあ、空港までは誰か行ってくれたとしても、ね、付き添うって分かれへんから。だからもう逆にもうお母さん来てくれんでも、みたいな言ってんけど、母親からしたら、喪主なんてうちの娘詰められるんかなみたいな、すごい心配してはって、私もセットしながら、今自分まで21か2やったんやけど、こんなまあ言うたら60を超えてもな、親っていうのは子供のこと心配になるんやなって思ったら、自分がもう20歳超えてたのに、うちの親がうるさいから、もう20歳超えてるのにうるさいなと思ったけど、そのおばあちゃんがね、自分が90になっても娘は60になっても心配は心配、親がこの心配するのはまあいくつになっても変われへんやなって、そらそらね、年いっても親は親、子は子やからね。だからそれをもう20前半の時にね、感じさせてもらったから、まあ、親がうるさかった人に向かって、まあ、言うたとしても、まあそれは60のね、お客さんですら、まあお母さんに心配やって言われたぐらいやから、まあ20代しゃあないなとか、30代しゃあないなとか、まあいわゆる50代やけど、しゃあないなって思えるようになって。まあ自分も、親は死ぬまでずっとそうやって子供を気にかけてるんやろうし、で、まあ、まあ自分もね、まあ、その時はうるさいないちと思ってもありがたいと思わなあかんやなと思う。で、まあみんながみんなじゃないかもしれんけど、大概親に反対された結婚っていうのは、私らでもカウンセリングっていうか人の話聞くんやけど、
大概一言目には親に反対された結婚なんやけどなから始まるんだよね。だから親っていうのは何もかも反対してるんじゃなくて、やっぱりその娘にね会う会えへんっていうのは直感でわかんかなと思うし、やっぱ子供のことよう見てんやろなって、まあ、ありがたい存在やなって思わんとね、それじゃないと、まあ、いつまでももっとうしいなって思ってるよりはいいかもしれへんな。だから自分もいちいちうるさいこと聞かれたり邪魔くさいこと聞かれてもいつなりその時の話思い出すよね。あの60のおばちゃんもずっとお母さんに心配されて生きてきたんやなと思ったらさ、まあ、自分なんかまだまだひよっこやから親心配して当たり前なんかなと思う。昔歌舞伎の何多分二左衛門さんやったんかな、誰やったんか、ちょっと誰やったか忘れたんやけど、テレビのインタビューで歌舞伎の世界ではね40、50放たれって言うから、60ぐらいからやってね自分で役できるんですよみたいなことをお話ししてて、そっから私もよく40、50は放たれやからなっていうのを言うんですけど、ほんまに40代、50代って何かに忙しかったりとか自分に余裕がなかったりとかするから、やっとこう自分とちゃんと向き合えるっていうのはほんまにそんなぐらいなんかなって思うようになりました。まあ、自分もね、もう言うてる前に還暦来るから、放たれちょっと脱出するんかな、できたらいいなと思ってます。今日はさ、なんか長くかけすぎたかな。なんで毎日コーヒーティーなりさ、同じように引かれへんよな。なんか友達でさ、トールペイントやってる友達がいてて、昔さライン引くときにすごいもうシャッシャッって同じ位置に引いたのってかっこいいなと思ったけど、自分全然できへんねんな。毎日やってるのに形まあいいかで、毎日まあいいかで化粧してます。じゃあ次ブローしてきます。お父さん、お父さん、父の日いつもありがとう。ありがとう。今日父の日やでな。そうやな。父の日やで。父の日やけど出かけてくるわな。どっか出て行くんか。今日出て行くで、父の日やけど出て行く。なんか名古で出会う。わかった。土産買ってくる。何の土産？何でもいいよ。何でもいいか。わかった。なんか買ってくるわな。